皆さんこんにちはレック専任講師の岩田ですこれから FP 初級ガイダンスということでお時間をいただきましてお話をさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、えー、今日は、えー、まあ FP 初級向けガイダンス人生百年時代 FP 資格から始めるマネープランというタイトルでこのレジメを使いましてお話をしていきます FP 資格から始めるマネープランということですけれども今いろいろこう世の中が不安定な状況になっておりますで、これから自分の人生の計画を立てる特に資金計画を立てるマネープランですねそのために FP 資格というのは非常に役に立つ資格ですですから今これから FP 資格を取ろうと思っていらっしゃる皆さん えそして fp 資格に興味があるなという方もぜひ早めに fp の勉強を始めて資格を取得していただきたいと思いますでえまあ fp というのは二つ意味合いがありますえファイナンシャルプランニングそしてファイナンシャルプランナー ファイナンシャルというのは財政上のですとか金融のといった意味合いになりますのでファイナンシャルプランニングと言いますと財政上の計画を立てるファイナンシャルプランナーと言いますとその計画を立てる人という意味になります。ですから fp というのは えまあライフプランに対して資金計画を立ててさまざまなアドバイスをえ顧客に対してしていくえそのようなえ仕事であり資格になります。でえー今 FP 資格というのは非常に注目されている資格です。ジュメの1ページをご覧いただきたいんですけれども「私たちへの,の暮らしへの影響と不安」とありますけれども。 私たちを取り巻く経済ですとか社会というのは今はとても不安定な状況にあります。で日本の場合過去高度成長期成長期と非常に景気がいい右肩上がりの時代というのもありました。そういう時は特に資金計画を立てなくても、まあ生涯にわた。ってお金に困ることなく暮らしていけた。 えー、ただ、えー、現在はですね、えー、きちんと、えー、自分の人生自分で資金計画を立てていかないと、えー、これからどうなるかわからない、えー、というような時代でもあると思います。えー、それで、えーまあ、あの FP 資格に興味を持って勉強されているという方が非常に増えているということだと思います。 将来のインフレに対してどのように備えるかですとか人口減少社会、まあ、少子高齢化ですねその中でどうやって自分の生活を守ってで自分の夢や希望を達成していくのかそのために FP 資格を勉強していただきたいと思います。 FP の資格では例えば NISA ですとか iDeCo ですとかこういった今話題になっている金融商品などもいろいろ学習します。また万が一のための生命保険損害保険こういった保険商品についてもさまざま学習します。それだけでなく国の社会保険制度健康保険ですとか年金ですね。 こういった国の社会保険制度つまり世の中の仕組みがどうなっているかということをしっかり学習していくこれが FP 資格なんでですすレジジメの2ページを開いていてただけますでしょうかそれではまあ FP とはどういう資格であり仕事なのかということですけれども。 えー、2ページの下の方「えー、ライフプラン」と「FP」という、えーまあ、少し図になって書いてありますけれども、えー、ここに、えーまあ「ライフプラン」という言葉があります。ラ、えー、ライフプランは、えー、障害生活設計 ですから自分の将来生涯にわたってその生活を設計プランニングしていくこれがラライフプラン自分の将来の夢や希望を実現するためにそのしっかり計画を立てていこうということなんです。で、まあ、人が幸せに生活する何が必要かといいますと生きがいですとか健康それからお金。 えまあこういったものがあれば最低限幸せな生活ということができると思います、えー、ただ生きがいこれはその方によって違います、えー、親しい人がいるですとかライフワークがあるですとか仕事が生きがいということでも構いませんまた自分の趣味を生かしてのんびり生活をしたいそれももちろん立派な生きがいですで、えー、健康であることが望ましい で次にお金ですねやはり現代ではお金経済的なところがきちんとしていないと幸せな生活ということは言えないと思います。で、まあ、生きがいもその方によって違いますし、まあ、お金が必要であるただそのお金もじゃあどのくらいお金があれば自分が幸せかというのはその方によって全然違うんですね。 えーまあ、その方がどうやって、えーまあ、生きあのどのような生活をしていこうという価値観は全く違うわけです、えー、そ,のその方その方によって異なる価値観、えー、それがライフデザインを生かしつつ、えー、将来の、えー、ライフプラン、えー、これをプランニングしていくということなんですね。 ですからライフプランというのはその方その方にとってまあただ一つのその方だけのライフプランそのプランニングをしていくということなんです。ただ一方ライフイベントとありますけれども人が誕生して成長してそしてまあ自立をしていくでまあ成熟から老後に至ってそしてまああの死亡して相続が発生する。 そのライフイベントの中で例えば成長学校に行くということでもあると思います自立就職をして社会に出るということでもあると思いますで政治ま期結婚するですとか自分の子どもができるまたは FP 的に言いますとマイホームを購入したいですとか老後の資金生活はどうしていこうと。 このライフイベント人生の節目節目で一般的なイベントがあるそしてその節目の度にある程度の資金が必要になってくるその資金をどうやって準備してどうやって使っていくのかそういうことを踏まえながらそれぞれの価値観を生かしたライフプランを立てていく。こののラライフプランの 経済的な側面に対してファイナンシャルプランニングをしていくこれが、FP、の仕事ですで私ももう20年を超えてファイナンシャルプランナーとして仕事をさせていただいておりますけれども FP というのはそういうお客様に対してアドバイスをするでそれによって生活がスムーズになったですとか 自分の夢を、えーまああの叶えていくその力が湧いてきた、えー、このように感謝をしていいただくことが多い資格でもあります、えー、ですから FP の資格というのは、えー、自分のために役に立つ、えー、そして、えー、それを人にアドバイスをすることによって、えー、感謝されることが多い資格、えー、ですからやりがいのある仕事だと思っております。でえー、この FP 資格 非常に人気がある資格ということなんですけれども、レジメの二ページの一番上の行をご覧ください。生活者のニーズの高まりとあります。で、まああの生活者の方が自分のライフプランをきちんと考えなくてはいけないということで、ファイナンシャルプランナーに相談に行くというケースも増えております。で、それに対してアドバイスをする。 その際は相談者の方の収入や支出そして貯金の金額こういったさまざまな情報データを収集してそれをもとにその家計の分析をしてアドバイスをしていくことになります。ファイナナンンシャルプランナーという仕事が社会的に非常に認知されてきた。 そして相談に行くという方も増えているということで非常に FP というそういう仕事に対してニーズが高まっています。でそのアドバイスをするということですのでそれがビジネスチャンスでもあるんですね。で例えば金融機関銀行ですとか信託銀行ですとかそれから保険会社。 生命保険会社損害保険険会会社社損害あとは不動産関係のお仕事こういった業種では FP 資格といいううのはもう必須になっていますですからそういった関連する業界にこれから就職をしたいまたは転職を考えているという方はぜひ FP 資格を取得していただきたいと思います。 でそのような金融機関などにお勤めになるということだけではなく FP というのは独立ををししてて仕事をしていくこともちろん FP 資格を取得するために勉強をすればですねそれがすなわちお金に対するさまざまな知識が身についていくということですので。 自らのためにも非常に役に立つ。それが FP という資格です。はい。それでは三ページを開いていただけますでしょうか。FP の資格制度について見ていきたいと思います。はい。三ページの一番上にですね、FP 資格の種類という表がありますけれども。 FP の資格は現在あの民間の FP 資格とそれから国家資格この二本立てになっています資格制度がちょっと複雑になっているんですけれども簡単にお話をしていきたいと思いますまず左側の AFP 資格そして CFP 資格この二つが民間の FP 資格です NPO 法人日本 FP 協会 日本ファイナンシャルプランナーズ協会ですね。この FP 協会が実施しております。で、AFP が FP AF の普通資格、そして CFP が民間資格の上級資格になります。で、まあ CFP はこれ国際ライセンスなんですね。 ですからまあアメリカですとかカナダ中心ですけれども最近ではあの東洋系の国なども非常に増えております世界でも FPCFP という資格を行っているこういう国際ライセンスになっておりますで普通資格の AFP 資格受験要件に 認定研修の終了と認定研修という言葉があります。この認定研修という言葉、これ少し頭に留めおいていただければと思います。認定研修というのはこれはレックのま資格取得のための講座ですね。で、ま認定研修を終了することによって a FP 資格を取得できる。 えー、そして AFP を取得した方が、えー、CFP を受験することができる、えー、このようになっておりますで、えー、国家資格ですけれども、えー、国家資格は、FP、技能士と言われてます、えー、1級 FP 技能士そして2級3級 FP 技能士、えー、この3つの段階になっております、えー、3級 FP 技能士が、えーまあ、あの国家資格の FP 技能士の初級資格です そして2級 FP 技能士が普通資格1級 FP 技能士は国家資格の最上級の資格になります。で厚生労働省管轄なんですけれども試験実施団体として日本 FP 協会ともう一つ金融財政事情研究会この2つの団体が指定されております。 ですから日本 FP 協会は民間の FP 資格もしておりますし国家資格の FP 技能検定もその試験を運営しているということなんですね。でもちろん日本 FP 協会で受験をしても金融財政事情研究会で受験をしても同じ3級 FP 技能士であり2級 FP 技能士ということになります。で、えー 三級 FP 技能士、まあ FP の初級資格ですね。えー、これはあの受験要件特にありません。ですから、えー、どなたでも受験をすることができます。で二、えー、級 FP 技能士ですけれども、えー、2級 FP 技能士は実は受験要件があります。 で三、えー、つあの受験要件がありまして、えー、ここに実務経験等と書いてありますが二、えー、の二年以上の FP に関する実務経験があれば二級 FP 技能検定を受験することができます、えー、そしてもう一つ三、えー、級 FP 技能検定合格した方は、えー、実務経験は特になくても二級 FP 技能検定を受験することができます、えー、そしてもう一つ、えー、認定研修を修了した方 は、産、え、休、ー、を受験しなくても、二級 FP 技能検定を受験することができます。えー、このように、二級 FP 技能検定、二、まあ、年以上の実務経験、えー、そして産級合格。えー、そして、認定研修の終了。えー、この三つの要件のいずれかを満たせば、二級 FP 技能検定を受験することができます。えー、そして、合格をすれば、二級 FP 技能士と。 えー、その称号を得ることができるというようよになっていますねで、えー、民間資格と国家資格の関係はということですが、えー、民間資格では AFP、えー、これが普通資格ですねで、えー、国家資格では 2QFP 技能士これが普通資格なんです。で、えー、まあどちらも普通資格で、まあ、レベルが同じといいますが、えー、実はは AFP 審査試験という試験はないんですね二級 FP 技能検定を受験して合格をするそうすると二級 FP 技能士になりますよねそして二級合格と認定研修の終了この二つの要件を満たすことで AFP に登録をすることができるですから AFP の資格というのは 二級合格と認定研修の終了、この二つが揃って、で日本 F.P. 協会にまあ入会をするような形、それで F.P. の資格を取得することができます。ですからまああの F.P. 協会にまあ入会金ですとか、あとは年会費ですとか、そういったコストがかかってくるということもあります。であとまああの国家資格と民間資格の違いはと言いますと。 えー、国家資格の fp 技能士の方は、えー、更新は不要ですから一度試験に合格すればあとはもう一生ものの資格なんですね、えー、それに対して民間の afp AF cfp 資格、えー、2年ごとの更新制になっています、えー、これは、えー、まあ2年間ですと2年間で afp ですと15単位 CFP ですと30単位取得することによって資格を更新することができるこの単位というのは FP に関する何らかの勉強をするまたは活動をするね時間単位が目安ですから AFP ですと2年間で15時間程度 CFP ですと2年間で30時間程度。 何らかの学習またはえまあ活動をえすることによって資格の更新をするこ,とができる、えー、この更新というのはえまあちょっとあの大変だなと思われるかもしれません。 ただ FP というのはどんどんん税制も変わっていきます。新しい金融商品がどんどん出てきたりそのような新しい知識情報を追い求めていく資格ですので更新をしてそういう知識をきちんとブラッシュアップしているということで顧客に対して非常に安心感を与えることができるそのような更新制度になっています。はい。 1>, でえーまあ、1級2級3級ですねこの、まあ、レベルで言いますと、えー、3級 FP 技能士、えー、これは初級資格です、えー、で、えーまあ、3級でも非常に幅広く FP に関して勉強していきます、えー、で、えーまあ、日常生活でお金のことに関していろいろなことが分かるようになってきた、えー、これが3級のレベルですで、えー、2級 FP 技能士 これが普通資格ですのでもし仕事で使うということであれば2級またはは資格は必須ですね仕事で使うための FP また2級 FP そして AFP を取得すれば親しい人に対してさまざまなアドバイスをすることができるそのようなレベルです。 一級 FP 技能士そして CFP これはどちらも最高峰の資格ですのでもうバリバリに仕事をしたい FP 資格を活用していきたいまたは FP として独立を目指すということの方はこのような試験制度になっています。 まあ、FP 資格の資格取得の流れというチャートがありますけれども、まあ、FP に関する実務経験がないという方はまず3級 FP 技能検定を受験して合格後2級 FP 技能検定を受験するということもできます。で3級を受験しない場合でも AFP 認定研修これが REC の資格取得のための講座です。 この講座を受講していただいて終了することによって2級 f p 技能検定を受験することができます。で2級 f p 技能検定まあ2年以上の実務経験等でも受験できますので2級 f p を合格後認定研修を受講して受 2級 AFP 合格とえ二つの要件が揃いますので AFP 認定者になるということもできます。はい、え合格後認定研修終了、えー、このようなルートもあります。はい、で、えー、資格取得のモデルケースですけれども、えー、3級 AFP 技能士は、えー、まあ初級レベル、えー、2級 AFP 技能士 AFP は中級レベル。 そして c f p 一級 FP 技能士は上級レベルこのようなレベルになっています。はい、それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうか。FP ではどういったことを学習していくのかということを見ていきたいと思います。 一言で言いますと fp で勉強する内容というのはお金に関するすべてについて勉強していきますですからまあ、学習する範囲は非常に広いんですねその非常に広い範囲を6つの科目に分けて学習をしていきます 金融資産運用不動産ライフプランニングと資金計画リスク管理タックスプランニング相続事業承継この6科目になります。この6科目の中で一番 FP っぽい科目というのは右上のラライフプンンニングと資金計画ですねこのライフの科目ではプランニングの手法そして 様々な資金計画の考え方そして国の社会保険制度などを学習していきますプランニングの手法ではまその方の収入支出それから貯金の額が今このくらいあるとしてマイホームを購入したいというご希望がある で今まあ、住宅ローンを組んでマイフォーム購入できるかもしれないですけれども今後長い期間にわたって住宅ローンを返済してていいいかなくてはいけなくはけけわでですねで、まあ、お子さんがいれば子どもの教育費というものもだんだん金額が大きくなっていく。その中で その住宅ローンを返済しつつ、えー、子どもの教育費ですとかさまざまな生活費ですとか、えー、それを支払ってじゃあ20年後30年後の家計はどうなっているのかというのを、えーまあ、予想していくわけです。で、えーまあ、20年後30年後、えーまあ、貯金がマイナスになっている、えー、これでは、えーまあ、きちんとライフプランを立てたということになりませんので。 今マイホームの購入というのは少し難しいんじゃないかもう少し先にしようですとかその購入したい物件それの価格を下げて考えてみましょうとかそのように分析をしてアドバイスをしていくこういった手法について学習をしていきます。それから資金計画では人生の三大資金住宅取得資金それから子どもの教育費 老後資金この3つが人生の中で最もお金がかかる三大,大支出と言われています社会保険制度は例えば健康保険ですとか雇用保険そして公的年金制度などですね えー、国の制度というのはさまざまな困った時に保証を受けることができる、えー、非常にいい制度がたくさんあるんですけれどもそれを知らないと請求できない、えー、公的年金に関しても FP の学習をしていただけば、えー、自分が将来何歳からどのくらいの老齢年金を受け取ることができるか、えー、こういうことがばっちり分かるようになってくるわけです。 こうやってライフの科目で将来の設計をしていくただそれが思った通りにいかない途中万が一のことが起こってしまうということもあるわけですね。左下のリスク管理の科目ではその万が一に備えていく生命保険ですとか損害保険ですとかそれから医療保険こういう保険について学習をしていきます。 3級で3級の学習をしていただければ保険というのはどういう保険があってどういう時に備えるのか自分がどういううういいいい保険にに加入した方ががいかいかというのがバッチリ分かるようになります2級まで学習していただくと数ある保険の中から自分のライフプランに合った保険を適切に選択をすることができるようになります。 でえー、左上の金融資産運用、えー、これはあの金融、えー、つまりさまざまな金融商品について学習をしていきます。えー、皆さんはは誰でも預、えー、預金金、えー、持っっていいらっしゃると思います、えー、普通預金、えー、ただ普通預金とかまたは定期預金とか今金利が非常に低いですから、えー、利息ってほとんどつかないですよね。 ですから老後に向けて資産形成をしていくやはりある程度は投資型の商品株式とか投資信託で運用していくということも必要になってきますただそういった投資型商品はリスクがある思った通りにお金が増えていくということもあるかもしれませんが逆に自分が投資をしたお金が大きく少なくなってしまう ということもあるかもしれないですですからそういった金融商品のリスクなどについても学習をします金融商品を選択するというのは自分のライフプランにぴったり合った金融商品を選択するそれだけではなくてその時の景気経済の状況によって選択するべき金融商品というのは異なりますですから金融の科目では まあ今の景気の状況物価の状況こういったことが分かるさまざまな指標についてなども学習をしていきますですから金融の勉強をしていただきますと例えば経済関係のニュースがよく分かるようになったなどと言われることもあるんですでタックスプランニングの科目ですけれどもこれはタックスですから税金について学習をしていきます。 3級では主に所得税について2級ではそれに加えて法人税などについても学習をしていきます。所得税というのは、まあ、住民税も加えまして個人が収入があれば必ず支払わなくてはいけない税金です。ただ所得税の計算会社にお勤めの方は会社で計算その計算をしてくれる方が多いです。年末調整を行う ですからどうやって所得税を計算していくのかという手順は知らないという方も多いんですね。でも場合によっては税金を払いいいぎているかもしれないその手順をしっかり知っておけば自分で確定申告をすることによって還付を受けることができる上手に節税をすることができるこのようなこともできるようになるんですそして不動産の科目です。 不動産では不動産の価格の考え方ですとかあとは不動産の登記ですとか権利の考え方例えば建築基準法ですとかそういった法律関係についても学習をしていきます。FP ですので不動産を購入するまたは保有している間そして売却した時 それぞれにさまざまな税金がかかってくるんですねそういった不動産にまつわる税金についても学習をしていきますそして相続事業承継の科目ですけれどもこれは相続に関する内容人は生涯で2回少なくとも相続に遭遇すると言われています相続というのは亡くなった方の財産を引き継いでいくということですけれども じゃあ誰がその財産を引き継ぐことができるのか相、えー、相続人法定相続人人法と言われる方ですね、えー、そして相続をするとあま相続というのはそんなにたびたびあるものではありません。えー、ですから相続に関するさまざまな知識がないとその時になって慌ててしまう。 また相続税対策というのもその方が亡くなってからできることというのはもうほとんどないんですね。で相続税を軽減するだけではなく相続の際に争いにならないようにきちんとそういった相続対策も考えておくこのような相続に関する法律それから税金の考え方などを学習していきます。 はいえー、まあこのような fp では6科目に分けて学習をしていきますでそれぞれで学習する内容というのはえー、まあ科目によって全く違う内容を学習することも多いです非常に幅広く学習していくえー、ただどの科目でも言えるのは 勉強する内容がすぐにもう日常生活でも役立つ知識であるということなんですねこれが FP 資格が他の資格と全く違うということなんです皆さんも学習するたびに使える知識を身につけていただくことができると思いますそうやって身につけた知識をどんどん生活上で活用していくそれが FP 試験合格のための力にもなる こういう資格です。はい、それではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか。FP 試験の概要を見ていきたいと思います。で、ここではまあ二級試験の概要ということで記載しております。 二級試験それからまあ三級 F.P. 技能検定も同じです年三回ですね一月五月九月の三回実施されますで二級と三級は同じ日に行われますのでですから同時に二級と三級両方受験するということはできません今から学習をしていただいてまあ直近でうんまあ一月 えですから2023年1月向けの、えー、まあ現在は講座ということになります。で、えー、3級ですと、えー、その前の2022年9月向けの講座ということになります。で、えー、まあ2級試験、えー、3級も同じですけれども、えー、学科試験と実技試験に分かれております。でえー、学科試験実技試験験実技 それぞれ別々に合否が判定されます。で、学科と実技両方受かって初めて二級なり三級 FP 技能士ということになります。で、学科試験も実技試験もどちらも六割の正解で合格です。ですから、まあ六割の正解ということは必ずしも満点取らなくてもまあ合格できる。 そのようなな形になっておりますで学科と実技どちらかだけが受かったという場合はどうなるのかというと例えば学科試験を受かったということであればその受かったという権利は翌々年度末までで有効です年3回試験がありますので次の試験で残りの試験を受験して合格すればそれで学科と実技両方揃って 二級なり三級 FP 技能士ということになります。で、えー、まあ学科も実技も六割の正解で合格ですので、競争試験ではありません。で、えー、合格率はその時によって多少ばらつきがあります。えー、まあ例えば何問かちょっと難しい問題が出題されたということですと、えー、合格率下がったりということもあるんですね。 えここではまあ学科試験と実技試験えこれ分けて合格率えこれあの折れ線グラフで書いてありますけれどもでえまあ学科と実技両方受けて両方受かるという方は2級で言いますとえー毎回30%台えーですから3人に1人は受かるという試験なんです。3級ですと合格率はえーまあ80%程度になっております。 で FP の試験というのは基本的に落とす試験ではないんです受かるための試験でですすから競争試験ではありませんし FP の試験ではいわゆる難問疑問の類または重箱の隅をつつくような問題またはちょっとした言葉のあやで「丸か×か」が分かれてしまうというそのような問題は出題されません。 しっかり時間を取って学習をしていただければ合格することができるという試験なんです。学科試験二級ではマークシートで四種択一です。全部で六十問出題されます。科目は六科目ありますので均等に各科目十問ずつ出題されます。で科目ごとのまあしきりというのはありません。 ですから合格のためには、えー、全然違うことを勉強する6科目ですけれども苦手科目を作らずに、えー、どの科目も、えー、まあ大体できるようになる、えー、というのが合格の秘訣です。で実技試験ですけれども、えー、2級も3級も、えー、実技試験はペーパーテストです。えー、2級は、えー、まあ記述式なんですけれども。 これは4四択一でその正解の選択肢の番号を書くですとかその問題,問題文が正しければ「丸と書くですとかまたは計算をしてその答えを書くというような記述式です,論述で,はないです。ですから実技試験の方が不安とおっしゃる方は多いんです。 ただ聞かれている内容は学科試験の知識があれば十分に対応できるそういう問題ですただ実技ですので例えば厳選聴収票ですとか不動産の等規模ですとか保険商品です保険証券ですとかそういった原票の読み取り問題なども出題されますでまあ産休に関しても そのような実技っぽい実務っぽい問題も出題されますが3級は実技試験もマークシート方式になっておりますですから3級も2級もしっかり時間をとって十分に学習をして試験に臨むこれが一番の合格の秘訣です。で5ページの下の方 AFP 認定研修とはとあります。えー、認定研修これは、えー、レックの、えー、まあ学習のための講座です。で、えー、この認定研修を修了することによって二、えー、級の受験要件にもなりますし二級合格後 AFP に登録をするための要件になる。えー、それが認定研修なんですね。で認定研修を修了するというのはどういうことかというと。 提案書を作成してそれを提出していただいて合格をすることによって認定研修が終了ということになります提案書って何かと言いますとこれはもう実務ののの FP にとって商売道具のようなものです顧客の方が相談にいらっしゃってそれに対してアドバイスをするもちろん口頭でいろいろ説明はしますけれども。 えー、それに加えて提案書というレポートのようなものを作成してお渡しをするということが多いんですね。で、えー、この提案書を作成をして、えー、提出をする、えー、そして合格をすることによって、えー、認定研修終了になります、えー、課題の提案書ですので、えーまあ、あのケース1ケース2という2つの課題から1つ選択をして、えー、作成していただくことになります。 例えば比較的若いご夫婦がこれからマイホームを購入したいそういう方に対してどういうアドバイスをするかまた会社の定年を控えた比較的年配のご夫婦老後のライフプランに対してアドバイスをしてほしいそういう相談に対してどのようなプランニングをしてアドバイスをするかそれを作成していただきます提案書の作成は必ずしも簡単ではありません。 ただレックの講座では詳細なテキストがありまたは講座で提案書の作成について詳しい説明があり初学の方でも十分に作成をしていただけるような形になっておりますはい、それではレジュメの6ページを開いてください FP のこれからということですけれども 例えばまあ金融機関でお仕事をしているまたはこれからしたいという方は FP 資格は必須ですもうぜひすぐにでも取得をしていただきたいと思いますで FP 資格というのはそうやって企業の中で経験を積んでいく会社の中で FP 資格を十分に生かして活躍をすることができるそのような資格ですそうやって経験を積むことによって 将来独立をすることもできるでまたは少なくとも今は FP を仕事にするつもりはないという方でも自分のために役立つさまざまな知識を身につけることができるこういう奥行きの深いところこれが FP 資格の非常にまあいいところなんですね。で例えば FP として独立をしたいということであれば FP 資格だけではなく 親和性の高い資格例えば税理士ですとか社会保険労務士ですとか宅建士行政書士こういった資格も取得してトリプルライセンスダブルダブルライセンストリプルライセンスで活躍をされるというのもよろしいと思います FP の範囲というのは非常に広いですのでその中で専門分野を作る 自分は税金に強い FP ということであれば、えー、まあ税理士の資格と併用する年金に強い FP ということであれば社会保険労務士の資格も取得して、えー、ダブルライセンスで活躍をしていく、えー、または税理士社労士の資格をもうすでに持っているという方でも、えー、FP 資格を取得することによって 周辺の幅広い知識を身につけてご自分のまお仕事の幅をどんどん広げていくことができると思いますはい、それではレジュメの7ページを開いていただけますでしょうか時代が f p を求めていると書いてありますけれどもまさに今ですねさまざまな経済的な状況なども不安定の中 FP 資格というのは非常に役に立つ資格でありもう自己責任時代の寵児なんてありますけれども今自分の人生自己責任でとそういう言葉がよく聞かれます。 自己責任で投資をするということだけではなく自分の生涯にわたってきちんと自分で考えてやっていきましょうということであればやはり少ななくとともお金のの知識というのは必要になってきますですから今 FP 資格に興味を持たれた皆さんはぜひこれからすぐに FP の勉強を始めて早めに FP 資格を取得していただければと思います。 そして3級 FP 技能士そして2級 FP 技能士そして AFP 資格を取得されたら上級の CFP 資格までぜひチャレンジをしてください。で、まあ、CFP そして1級 FP 技能士これが民間資格国家資格の最高峰の資格ですので。 まああのその最高峰の資格を取得することによって、えー、もうバリバリ FP として活躍をすることもできます。はい、えー、それでは、えー、今日はまあ FP の資格についてお話をさせていただきました。ぜ、え、ひ、ー、皆さんは早めに FP の、えー、学習を始めていただければと思います。ぜ、え、ひ、ー、一緒に頑張っていきましょう。はい、えー、それでは今日はこれで終わりになります、えー。長い時間どうもありがとうございました。